はい、こんにちは、レトスノーノです。5月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。本日は休日の勉強の仕方についてお伝えいたします。休日になると勉強する時間はたっぷりありますよね。でもなんかだらけてしまって勉強はできない、そんなことないでしょうか。私が実際受験生だった時、だらだらしてしまったんですね。これだとせっかくの休日も無駄にしてしまいます。そうならないための方法を今回お伝えいたします。この休日の勉強の仕方の動画についてはこの動画の最後にお知らせいたします。それでは3問に入ります。 A の被用者 B の行為が B の職務外の行為で C が損害を被った。 C は職務外であることを知らず、そのことに関して重過失があった場合、C は A に対して使用者責任を追及することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、C は、職務外であることを知らずに重過失だったと書いてありますので、使用者責任追及することができません。よって丸ですね。A が使用者で、まあ、会社というイメージです。で、B が被用者、従業員というイメージですね。で、C が被害者と。まあ、こういう状況で、B が C に対して不法行為を行った。これについて職務外だったと。で、C さんは、まあ、被害者 C さんですね。が、それについて悪意または重過失があった。そういった場合っていうのは、もし B さんが見た感じ業務の範囲内だったとしても、まあ、職務外の行為だったんですけれども、見た感じは業務の範囲内だったとしても、C さんは悪意とか重過失があると、使用者責任は追及することができないんですね。まあ、このあたりは基本的な内容なので、必ず解けるようにしておきましょう。で、問い2ですね。監督処分です。都道府県知事は宅建業者に対して業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行なければならないが、指示処分をするときは聴聞を行う必要はない、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。免許権者っていうのは、免許取り消し処分じゃなくて、指示処分、業務停止処分をするときも、聴聞を行わないといけません。つまり、監督処分する場合は、これ、聴聞必要だっていうことなんですね。なんで、今回の問題でも、指示処分をするとき、これも聴聞必要なんですよ。でも、業務停止処分のときも、もちろん聴聞必要です。なので、誤りだということです。で、じゃあ、聴聞って何なのかというと、これ、言い訳を聞く場ですね。言い訳を聞く機会と。思っていただければと思います。まあ、宅建業者に処分をする前に事情をちゃんと聞くって話なんですね。で、事情を聞いた上でちゃんと処分下しましょうっていう話ですよ。そしてこの聴聞の審理、これについては公開で行います。まあ、秘密で行うんじゃなくて、まあ、公開して行うということなんで、これも合わせて覚えておきましょう。で、審理って何かっていうと、まあ、役所の担当者が処分を受ける者から意見を聞くってことなんですね。その聞くことを審理って言います。まあ、このように重要ポイントをちゃんと合わせてね、覚えていくことで記憶力が大きく高まります。そのため覚えることが多い宅建でも、まあ、十分覚えることができるようになるんですね。この重要ポイントを合わせて覚えていく。これが効率的な勉強法の一つなんで、ぜひ実践していきましょう。で、問い3ですね。土地の占有者または所有者は、知事が委任したものが、宅地造成工事規制区域の指定のために、当該土地に立ち入って測量または調査を行う場合、正当な理由がない限り、立ち入りを拒み、または妨げてはならない、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。知事は、宅地造成工事規制区域の指定のために、測量、または調査、これの必要がある場合、他人の土地に立ち入ることができるんですね。これは災害の可能性があるかどうかを調査するものです。もちろん役所の人は立ち入ることができます。しかしこの場合、立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければなりません。そして土地の占有者、所有者っていうのは正当な理由がない限りこの立ち入りを拒んだり妨げてはいけません。よって正しいということですね。そして休日の勉強の仕方についてはこちらの動画をぜひ参考にしてみてください。動画がない方はこの下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。レトスの小野でした。